3分でわかるイラン代表。皆さんこんにちは、サッカーキングのミッシーです。 FIFA ワールドカップカタール2022全32カ国ガイド6カ国目、現在FIFAランク22位、3大会連続6回目の出場となるイラン代表について紹介します。まずはイラン代表のポイントをご紹介。アジア最速で主導権獲得、ステップアップを果たしたイランの神童、ワールドカップ開幕2ヶ月前に監督交代。ポイント1、アジア最速で主導権獲得。まずは基本布陣からチェックしていきましょう。基本布陣は 4-3-3 となっております。アジア2次予選ではバーレーン、イラクを相手に連敗という波乱の幕開けとなりました。2020年に就任したドラガン・スコチッチ監督のもと、その後は順調に勝ち星を拾いました。8勝1分け1敗の勝ち点25でアジア最終予選 A 組を首位通過、3試合残してワールドカップ主導権を獲得しました。これは開催国のカタールを除きアジア最速となりました。ポイント2、ステップアップを果たしたイランの神童。注目選手はフォワードサルダル・アズムンです。世代別代表の頃から注目を集め、18歳でロシアのルビン・カザンへと移籍、19歳の若さでイラン代表デビューを飾りました。ここまでイラン代表通算63試合40得点を記録しています。今回のアジア2次予選最終予選では合計10得点4アシストを記録、チームの最多スコアラーでした。アズムンはロシアの複数クラブでプレーし、1920シーズンはゼニトで得点王に輝きました。昨年冬にドイツのレバークーゼンとステップアップ移籍を果たしています。ポイント3、ワールドカップ開幕2ヶ月前に監督交代。イラン代表を率いるのはカルロス・ケイロス監督です。ポルトガル領東アフリカ、現在のモザンビーク出身の69歳、ポルトガル代表や日本の名古屋グランパスの監督を歴任し、2011年から2019年までイラン代表を率い、2大会連続でワールドカップ出場へと導きました。退任後はコロンビア代表、エジプト代表の監督を務めています。そして今年7月、イラン代表をワールドカップへと導いたスコチッチ監督を解任、ケロス監督に白羽の矢が立ち電撃復帰を果たしました。契約期間はワールドカップ終了までの4ヶ月間、開幕2ヶ月前の衝撃人事となりました。イラン代表はグループ B に入りました。初戦はイングランド代表、第2戦はウェールズ代表、第3戦はアメリカ代表と対戦します。イラン代表は過去全大会でグループステージ敗退に終わっています。カタールワールドカップではどうなるのでしょうか。3分でわかるイラン代表、最後までご視聴ありがとうございました。次回はアメリカ代表について紹介しますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。